田辺治通り、田辺治通り10月17日昭和25年1月30日は、日本の停身官僚、政治家、大阪府知事、内閣書記官庁、停身大臣、内務大臣を歴任した、山梨県出身。妻は、杉山信の養子である聖四位、君二と東京府氏族杉山四五郎の養妹とで、ある町。 山梨県東山梨郡新金村の酒造業者の次男に生まれる。明治三十八年に東京帝国大学法科大学を卒業後、定心省に入省する。横浜郵便局長、大阪郵便局長、定心管理局所機関、同事務官、定心省参事官兼河瀬貯金局事務官、大阪定心局長、東京定心局長を務め、フランスに留学した後、 無線電信法の制定に尽力するなど、通信行政の専門家として活躍して、大正13年には通信局長になり、通信罰の長と見られていた。ところが、第2次国権運動の際に、清浦内閣とつながる特権官僚として求断され、国権参賀による加藤公明内閣成立後に休職処分となり、そのまま意願面刊された。 かねてから平沼喜一郎を尊敬しており、平沼は田辺を高く評価して、国本社理事として迎え、以後、大田幸造とともに、平沼の片腕として活躍する。昭和2年に演席に当たる鈴木喜三郎、内務大臣に招かれて大阪府知事となるが、鈴木が選挙干渉事件で辞任に追い込まれると、隕石辞任した。昭和8年に満州国に渡り、 同国参議、参議府副議長を務める。平沼内閣が成立すると、内閣初期官庁に就任して、政権の基礎づくりにあたり、3ヶ月後に初期官庁を大田に譲って、定審大臣として、古巣に復帰した。だが、平沼内閣は短命に終わり、定審大臣就任から4ヶ月余りで辞任に、追い込まれた。昭和15年7月16日に、 貴族院議員に直選され、昭和16年の第3次、この江内閣発足時には、前任大臣の平沼の推挙で内務大臣に就任した。だが、この内閣も3ヶ月で倒れている。後に第日本飛行協会会長を務めた。戦後、公職追放を受け1946年3月13日、貴族院議員を辞職した後、病没する。ありがとうございます。